こんにちは、速稼塾の久保です。まあ皆さんもよくご存知の通り、まあ安倍元総理が暗殺されてしまったということでございます。まあ安倍総理はですね、その日の前日、岡山で小野田公さんの応援演説に、来てくださって、そして岡山からまた奈良へ移り、で奈良で、その強行を浴びてしまったということだと私は認識してるんですけども、まあ、まずはね、安倍総理、元総理、いや本当になんかこう偉大な方ではあったと思いますね。まあいろいろと批判を浴びることも当然ありましたし、私もいろいろと不満や疑問に思うことは今でもありますけども、トータルでよくこの日本の外交を中心とした、リーダーシップを発揮して、まあ、様々な国をバランスよく、まあ、結びつけてくださったなと思うわけなんですよね。まあ、功績はすごく大きくって、そして、まあ、今、この昭和、平成、令和と3つの時代を、まあ、束ねたと言ってもいいかなと。この、まあ、自民党を引いてはこの日本という国の、まあ、バランスをとってね、強い力を発揮してくれたんじゃないかなと思います。まあ、世界的にもかなり評価される日本の総理大臣だったんじゃないかなと思いますし、まあお人柄はね、あのプライベートの付き合いが全くないんで分かりませんけども、まあでも時たま垣間見えるバラエティ番組への出演とかでね、なんか非常に人懐っこいところを見せてくれたんではないかなと思います。まあ非常になんかこう総理大臣を退いてからも強い影響力を持って、まああのなんていうんですかね、安倍元総理が何かを言えば、まあ、世の中がちょっとこう反応するみたいなことがあってね、私もインフルエンサーとしてこの YouTube をやりながら安倍総理の言葉を引用することがまあまああったわけですけども、まあどちらにしても非常に惜しい人を亡くしたなというところで、まあ、思いはひとしおなんですけども、まあこれについてね、なんかいろいろとじゃあなんで安倍総理はやれてしまったんだろうかね、警備は何やってたんだろうかね、いろいろと思うところがあると思いますけども、私なりにもこうお話ししたいと思います。まずはね、あの警備の状態なんですけども、今回こういった事件があったことを受けて、まあ、ね、その日のセキュリティ、SP は何やってたんだみたいなね、すごく話が出てくるのも当然なんですけども、私は逆にですね、今までこういった事件が起きなかったのは、本当に警備がね、行き届いていて、同じようなことを起こそうと思った犯人が現場に行っても、あ、これは無理だなと、やめとこうかって言わせるような効果が常にあったと思うんですよ。で、そういうふうにして、まあ、事件が起きなければ何もなくって当然話題にもなりますよね。だから私たちは何かことが起きた時、その結果をもってですね、警備全体がダメだったんだとかね、何やってたんだってなっちゃいますけども、今回はね、本当にもしかしたら隙があったのかもしれないし、あまりにも、ちょっと迂闊だったのかもしれないんですけども、でも大半のところでこういった要人に対して危機が訪れたりとか、表面化して何かこう被害を受けたってことはなかったことを考えると、いや、日本の警備はそんなに捨てたもんじゃないんじゃないかなと思うわけなんですよ。まあ実際ね、何十年も何も起きてなかったわけですからね。いや、これは警備がいる。というふうに見えるだけで、もしくは思わせるだけで十分な抑止効果、テロや暗殺をね、企てるものを諦めさせる効果があったということで、いや大したもんじゃないかなっていうふうに評価してもいいと思うんですよ。ただ今回の一件に関しましては、まあいろいろと詰められるところもあったし、言い訳の効かないところもね、あったと思います。まあプロとしてね、こういったことが一回でも起きてはいけないっていうのが心情だと思いますし、でもやっぱり、こういったことを企てる人間は狡猾で
ずる賢くて、そして時にはいろんな要人にまつわる人を買収したりね、それから一般人に迷惑をかけてもやってやるみたいな、ちょっとこう振り切ったところもあると思うんで、いつまでもそういった強行を避けきれるかというと、なかなか難しいところがあるんじゃないかなと思うんですよ。思えばこういった事件ってのはいつも意外な時に意外なところから降りかかってくるわけですよね。だからもう極端なこと言えば、もう要人は目の前に出ないとかね、そんなことになっちゃうかもしれませんけども、まあ、選挙の応援といえばそうもいかずに自分の身をさらしていくことによって民衆からの共感を得るっていうところもありますんでね、あまりにもガチガチに警備を固めちゃうと、これはこれで政治家としての効果もないし、なかなか難しいところなんじゃないかなと思います。まあだからね、警備だけを、まあ、こそぎ上げるのは、まあ、これもまた違うんじゃないかなと。警備に当たる人への敬意もやっぱりね、忘れてはいけないのかなと。もちろん追及するとかは追及しなければなりませんけども、自分の身に置き換えてみたらね、自分の家族を離れて要人といえども他人の警備をするわけですよ。それ行ってきますっていうふうにしてね、お父さんが出勤していって、どっかのね VIP を守るために帰ってきませんでしたみたいなね、家族はそういった思いも抱えてることを考えたら、 VIP の SP をするっていうだけで、まあ、それだけですごい覚悟なんだなということは忘れちゃいけないのかなと思いますね。まあ、今回警備に当たった方いろいろとあると思いますけども、それでもね、これからの要人警護に対していろんな課題を残してくれたということだと解釈しておきましょう。そしてね、犯人についてなんですけども、これ分かんないんですよね。どんな人がどんな動機でやったのか、いわゆる最強の人っていうかね、何もかも失って自暴自棄になっちゃって、もう自分のことなんてどうでもいい、なんかことを起こして最後に名を上げてやるみたいな、ね、気持ちになっちゃったのかもしれません。というのが、暗殺される方は暗殺されなくても歴史に名を残すんですよ。でも暗殺する方は暗殺することでしか歴史に名を残さないんですよね。そういうことを考えると、悪名でもいいから何かをやったっていうね、歴史に自分の名を刻んでやるっていう風な気持ちになるのは、なんかその私たちには分かり得ない犯人なりのアイデンティティがそこで爆発してしまったのかなと。だからね、私これはね思うんですけども、今回の件とは関係ないかもしれないですけども、惨めで貧しい人を作ると必ずそこから下克上が生まれるんですよ。だからね、やっぱりこう社会からこぼれてしまった人とか、不満を持ちながらもその不満が爆発するような状況とかね、作っちゃいけないと思うんですよ。まあいわゆる世の中今ね、論破ブームってのがあるぐらいで、正論で人をやり込めるみたいなのにこう称賛する向きもありますけども、あれも良くない。要するに人がですね、自分は悪くなかったんだというふうな言い訳をしたいんですよ。そしてそれを聞いて納得しているふりぐらいはしてあげた方がいいんですよ。それがですね、自分の発想を言えば言うほど追い詰められて、恥をかきながら自分の言論や思考が全部ズタボロにされていく、これが論破の仕組みなんですよ。だから論破する方は気持ちがいいし、それを見てる人はまるで自分がねやっつけたかのような感じになりますけども、まあ、その中で論破された方とかね、自分の弁が言い訳ですよ、これが通用しないってことを知った時の絶望感とか、もう自暴自棄感とかね、これはねやっぱり植え付けてはならないなと思うんで、じゃあ弁が立つってのが正義なのかって言ったら、必ずもそうじゃなくって、何かのこう逃げ口をやっぱ用意してあげなくちゃいけないし、盗っ人にも三分の二じゃないけども、まあ、どっかでね分かってあげないと、言論が通じないと暴力に走ろうかってことにもなりますんで、やっぱりこう話し合うこととかはすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。さあそれでね、私は必ずねこういう時に出てくるのが陰謀論なんですよ、ね、根拠のない陰謀論が今でも出てるかもしれませんし、再生数が稼ぎたくって突飛な意見をバンバン出してくる人がいるかもしれませんけども、じゃあそういうことはね本当にこうやめていただきたいと。自分の頭の中だけで考えるのはいいんですけども、思想の自由っていうのはテルというより広いんですけどもね、思想を言論にして許される
ことと許されないことがあります。もちろん法的には許すしかないんですけども、だけどもやっぱりね、この世の中で明記されてないモラルとか道徳心とかっていう曖昧な線引きで考えても、いやそれは言っちゃいけないだろうみたいなことっていうのはあると思うんですよ。要するにその言っちゃいけないだろうってことを言うことによって、また新しい火種が報復とかね、なんか攻撃になってしまうと思うんですよ。じゃあどんな陰謀論が考えられるのかなってことなんですけども、まあ、安倍総理はね、拉致被害に対してものすごく尽力してくださった。だからその拉致に対して、例えばね、拉致の解決ができてないじゃないかみたいに考えてる人が何かやったんじゃないかとかね、それから逆に拉致についてどうこう言ったらこうなるぞみたいなね、ある国からの資格が送られてきたみたいなことをね、まあ今年やかに言う人が出るかもしれませんし、例えば財務省の関係ですよ。安倍総理は消費税を上げることをやっぱりね、反省していたというかね、後悔していたってことを考えると、だったら上げるなよみたいなね、まあそんな人が不満を募らせていたのかもしれませんし、あとは今自民党の中ではね、国債っていうのは将来のツケだから借金だから良くないっていう流れと、あと国債っていうのは借金ではないよと、財政出動、通貨発行なんだから、どんどんね、インフレターゲットを決めればそこまでは吸ってもいいんだよみたいなことを対立してる構造があったんですよ。で、麻生財務大臣、元財務大臣を中心とする、増税路線とかね、国債は良くないっていう派閥と、あとは安倍総理が主導していた財政政策検討本部でしたっけね、要するに国債は将来の月じゃないよと、インフレターゲット 2% なり 3% なりを超えない限りはどんどん国債を吸って市場にお金を流せばいいんだよっていうね、派閥があって、その対立から生まれたなんかこう構図じゃないかっていうふうにね、言う人もいるかもしれませんけども、それ全然分かってないんで、そういうことをね、あたかもね、それ自分は独特の情報を持ってるんで分かるんですみたいなことを言い出すと、これまたね、妙なことになりますんで、そういうのはやめていただきたいかなと。私もね、さまざまな陰謀論が出てくることを予測するんですけども、あんまり話しすぎるとそれで感化された人がね、まあ、久保さんはそう言うけど本当のことを言ってるんじゃないかっていうことから、小さな穴をね、広げていく人が出かねないんで、ちょっとね、そこは言葉を慎もうかなと思うんですよ。ただやっぱりこれによってね、財務バランスっていうのは増税路線とかね、岸田さんとかね、それから麻生元財務大臣みたいな、もう財務省寄りの勢力がものすごく強くなってきて、それをずっと支えてくれた、まあ、安倍総理をはじめとするね、西田昌司さんとか高市早苗さんみたいな、国債発行プライマリーバランスなんてどうでもいいからどんどん出していけばいいじゃないかなっていうことの勢力はかなり弱くなるんだろうなと思うんですよ。そのぐらい私たちの暮らしを安倍総理は財務省と戦いながら、他の勢力と戦いながら支持率を落としてでも踏みとどまってくれてたんではないかなというところありますね。あとね、やっぱりもう一つぐらい思うのは自民党の体質なんですよ。やっぱりお互いにかばいすぎるとかね、自民党内部の悪事には蓋をするというかね、例えば安倍総理だってもう責められない、責められてもしょうがないところがあるわけなんですよね。まあ、例えば国会で答弁、虚偽答弁が100何回でしたっけ、そういうのもずっとごまかしたまんま自民党内で内々してきたりとかね、それからそこに対して、まあ、公明党も追及しかねるとか、そういった安倍総理を中心として自民党に対して高い期待を持つ国民がいるからこそ、それ以下の惨憺たるね、答弁拒否とかごまかしによってがっかりするところが多いんですよね。だから自民党の体質そのものが今回の強硬に結びついたってところも私は思わざるを得ないところがあって、まあ、はっきり言っても自民党がこの国を守るしかないわけなんですよ。なのになぜか国民を駆逐したりとかね、私たちには理解不能な行動してみたりとかね、そういったところについての説明はなかなか私たち国民に伝わってこないんですよ。これは一つは、まあ、マスコミってものが自分たちの理屈をあまりにもね歪めて国民に発信しすぎて、でマスコミを通じてしかそういった自民党を見れない人、安倍総理を見れない人は誤解しながらねずっと見てきて、それが怒りにつながったのかもしれませんしね。
まあその中でも本当に、伝えないといけないこととかね、いいことも悪いことも込めて、それがやっぱ伝わりにくくってね、私たちの、まあ、取り返しのつかない誤解っていうものに発展する可能性もあったわけですよ。なんかおじいちゃんの代からね CIA っていう曲もありますけども、確かにね、その CIA との関係っていうのはあるんだったらあるで、じゃあどういうふうな合法的というかね理屈なのかってことも、話せると思うんですよね。なんかそこを議論を避け続ける、政治家なのに避け続けるから不満を持つ人も出てくるのかなと思いますし、やっぱ岸信介の時代から始まる安倍晋三の力ですけども、でもやっぱりね、あの頃は戦後の混乱の中で日本を守るためにはああやって GHQ に組みするしかなかったってところもわからないわけではないんで、その辺もきちんと、ね、当事者の方から話すチャンスは今までこの数十年の歴史の中であったんじゃないかなと思いますし、でその流れを組みながら今の時代にあった外交や防衛ってものを安倍晋三元総理がねどうしようとしてたのかってことを、もう今一歩突っ込んでね、お話しくだされば、それは全部が丸く収まらないですからね、どっかで涙を飲まないといけないところもあるんで、その辺について理解できない国民ばかりではないと思うんでね、ただ分からないとか議論を避け続けられたっていうところが、まあ、ある一定の層には不満を持たれたりとか、当然私もなんでこのことをそこまでごまかすのかなと、ね、桜を見る会のこの参加者名簿とかね、なんでここまで隠し続けるのかなとかね、で統計の問題とかも不正が多くて、結局それは国民の負債になってくるわけですよ。これは安倍総理だけではないですよ。自民党という党の腐敗そのものが国民の負担になって、国民負担率に今ね 48%、 ほんと五五五味になってきてるわけですよ。で息苦しい、それから未来に希望が持てないような時代がやっぱ作られてしまった30年のこの不況ね、こういったものが今私たちの目の前に横たわってね、で40代を中心、40代50代を中心とするロスジェネ世代が何も手を抜いてきたわけでもない、もしくは大学も出てきた、なのになぜか正規雇用がない、自分の人生が取り返しのつかないところになって50を過ぎてしまった、自分には結婚も諦めるしかない、両親も自分の姿を心配しながら亡くなっていった、何もできなかった、子供もいない、恋人もできたことがない、お金もない、家もない、車も買ったことがない、なのになぜか借金だけある、一体なんで自分は幼い頃から真面目にやってきて未だに道が見えないんだろうか、政治が悪いんじゃないかっていうふうに思わせて、そのまんまそれを放置してきた責任は大きいと思うんですよ。これは安倍総理の責任が重いってわけじゃないですよ。やっぱりこう自民党をはじめとする与党野党全て、そして国民の自己責任ももしかしたらあるかもしれない、だけどもそれも全部ひっくるめて、誰かね憎むべきを敵を見つけようと思ったら、例えば竹中平蔵さんになってみたりとか、安倍政治が悪いってなってみたり、小泉が悪いとなってみたりね、なんか権力を持っていた個人特定たった一人の人が悪いんだと、あいつがいなければ世の中は綺麗になるんだっていうふうに思わせてしまってるところも良くないかなと。やっぱり世の中の現実ってのはたった一人が動かせるもんじゃないし、そこの時代に生きた様々な人が、それこそ部外者なんて一人もないぐらい、今の現実は私たち日本国民1億人が作り出している、そしてもしかしたら前の世代も作ってるかもしれないし、将来世代に対していろんなことを考えてるうちに現代に歪みが出てるかもしれないし、自分は無関係で自分は何にも悪いことをしてないんだけども、世の中の全部が気に入らないっていうふうな、この短絡的な考え方の向こうに、この人さえいなければどうにかなっていたんだみたいなね、たった一人のせいでこういうふうになってしまったっていう思考に結びつきがちなのは、本当に今回みたいなことにつながりやすいんで危険だなと思うわけですよね。まあいろいろとまだまだ話して足りないことはあるんですけども、今回の事件っていうのはね、
まあ、この日本の歴史が大きく変わるスタートになるんではないかなと思うんですよ。もしかしたらとんでもない方向に傾くのかもしれない。人によってはね、ロシアのプーチンが、日本がロシアに敵対したからこういうふうにしてやったんだみたいなことを言い出す人がいるかもしれないし、まあ、さまざまなね陰謀論をもっともらしく語る人が出てきて、言論の自由っていうものがあるがゆえにこの安倍総理をさらに貶めるようなねことを言う人が出てくるかもしれない。まあもちろん死は全てを清算するということをね私が言いたいわけではないんですけども、でも少なくともねまだ何も分かってない段階でああではないかこうではないかって想像して、しかもその想像が確信に変わってしまうっていうことはね、また新しい不安や事件を呼び込むことになるんで、今はただ静かに安倍総理にお別れを告げながらね、その意思をどう私たちが告げるのか、もしくは告げない意思は何なのかとかね、一人一人喪に服する中でそういうことを考えていていければなと思いますね。そしてこれからどうするんだということなんですよ。安倍総理はいなくなってしまったと。安倍晋三はいなくなってしまったんですよ。でこれからこの日本の舵取り一体誰がするんだってことですよね。で私はねやっぱりね自分にできることは少なかったんですけども、やっぱりねこれを機会に、あ、自分にしかできないことあるなっていうのを再認識することができましたね。何のために命をかけて生きるのか、そして何のためにだったら自分の身を捧げていけるのかっていうことをねさらに確信しましたね。でそれはね安倍総理がなんだかんだ言って生まれながらにしてサラブレッドの政治家ですよ。逆に言うとそれ以外の人生は選べない人になってしまったんですよ。それはすごく孤独だったと思いますし、絶望にも近い感覚があったと思います。私たちはねどう言っても職業なり生き方はどれだけ変更しても自由ですよ。でも生まれながらにして政治家としてのサラブレッド、自分の人生を例えばねロックミュージシャンになりたい、漫画家になりたい、許されないわけですよ安倍総理は。その中で自分は政治家になるしかないし、総理になることを期待されてるから総理に挑戦しないといけない。もしかしたら自分の望まない道を歩き始めたそこには大きなたった一人で日本を背負っていかないといけないっていう義務感とね、そしてどこまで行っても自分は批判にさらされることはあっても称賛されることは少ないという、そういう影日向の道をね歩んでいくことの途方もない絶望感や孤独感っていうのに、まあ耐え抜いた人生だったと言えるんではないかなと思います。そしてもしかしたら最後に自分の人生は政治家を背負った分だけ重いカルマを背負っていったことをね覚悟して、どこに行く時でももしかしたら今日の演説が最後になるかもしれないなっていうような、まあね綺麗に言えば日本のために命を懸けた男の姿がそこにあったんではないかなというふうに思いますね。で私たちは少なくとも国のために命を張ろうなんて思ってないはずなんですよ。私も普段からこの国を守るためには真っ先に自分の、ね、身をさらしていく覚悟はあるというふうに言ってますけど、それはあくまでも自分の愛する家族を守るためには差し当たってはこの国が必要だから、だから二次的にこの国のためになんですよね。そう考えていくと自分の家族を置き去りにしてもこの国のために戦い続けた姿っていうのは安倍晋三その背中だったんじゃないかなと、やっぱ返す返す思いますね。確かに安倍政治に不満はありました、怒りもありました、言いたいことはまだまだ山ほどあるんですけども、でもそれをあまりやるまあ感謝があったかなと、頼もしさがあったかなと思いますね。本当にもうお疲れ様でございました。以上です。ありがとうございました。